Chinese Ghost Story 少林作家追迫ファミリーの新たな伝説が始まる。香港ワイヤーアクションの最高峰破電士スウォーズマン完全復活。その昔、剣客豪傑が乱立する時代、剣術と剣法を取り混ぜた様々な流派がその技を競い合っていた。中でも魔教と恐れられた日月神教が著しく台頭し、乱世に一大勢力を築くことに成功する。日月神教を率いる教主の東方不敗は怪しい強さを放っていた。東方不敗、如果我能够和你异地而处，别说是日月神教的教主，就是天王老子，我也不做。佛教到底给了你什么好处？当年五岳剑派结盟，说好了以维护林振兴为己任。高名な5つの流派、五岳剣派は団結し、この邪教集団を倒すことを誓う。そして正教邪教が入り乱れた壮絶な戦いの火蓋が切って落とされた。監督レイモンド・リー、アクション監督チン・シュートン、原作金曜。不管怎么说我都应该谢谢你。天大地大，总有我令狐冲如是之地吧。Once Upon a Time in China のアニタ・ユン、リッチー・レン、衝撃、興奮、晴天爽破ワイヤーアクション、スウォーズマン、超豪高校。